腸内細菌が必要なんで、お母さんから腸内細菌をもらうんですよ。腸内細菌っていうのはお母さんのうんちの中にたくさん入ってるんで、コアラは子供はお母さんのうんちを食べて、お腹の中に消化に必要な細菌を取り込んでユーカリを食べる。パッドっていうのはベチョベチョのうんちなんですよ。普段はコロコロうんちなんですけど、お母さんわざわざそのベチョベチョうんちを何度も出して、子供は何度も何度も食べて、どん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 、外してもよかったんですけど、お子様がちょっとお休み中なんで、そっとしておきます。